世の中結局お金？お金じゃない？欲望開花しちゃって浮気男になったみたいな。はい、どうもです。こんにちは、坂井ゆきです。はい、今回の題は？今回は世の中結局お金？お金じゃない？っていうテーマでお話をしていきたいと思います。永遠のテーマだね。うちらはさ、両方知ってるわけじゃないですか、うん、お金がなかった時期もあるし、まあ今そこそこある億は持ってる10億万長者とかではないわけじゃん。でもでも両方知ってるよねという状態で、どうです？お金を持たない方が幸せってことはないんだけど、お金を持つことによってめっちゃ幸せになったわけでもないって感じかな。50をしないことが幸せと定義すればまあ幸せなのかもしれないけど、日々の楽しさとか笑顔の量とかがお金がない時に比べてめっちゃ増えてかって言ったらそうでもないかなみたいな。そうだね。自分の好きなことがさ、友達とワイワイ飲み会やるとかだから、そんなお金もかかんないし、なんか別にお金あってもなくてもそれはできるから。どうだい？え？いらないじゃん。いるいるいる。お金のかかる趣味だったらお金持った方が幸せだろうね。車とか時計とかね、まあ、ゴルフとかでもそうだと思うけど。どう？逆にそうだな、持った方が余裕はあるよね。遊んでてもなんかドキドキしない。ああ、まあそうだね、わかる。まあ会計とかもね、値札見ないからね。ダーツバーで10万とか言ったのなんでみたいな。おかしいやろって調子乗ってたね、あれは。6個セットでね、1個食べ物がついてくる。そうそっと6杯で抽選が引けるんだよ、確か。6とか頼んだから楽しくなっちゃって、あれ多分お金ない時にやるとあーってなるけど、会ってやると楽しかったねで終われるじゃん。あ、まあ確かにね。あれ毎日やって幸せかっていうとそうじゃない、ね、そうでもないね。たまにやった時に楽しかったねで終われるのの限度額が上がったって。まあまあそうだね。一方でお金持って楽しくなくなったことも一部ではあって、昔とか iPad 買ったりとかしたら届くのもワクワクして、学校とか行っててさ、今日の14時16時宅配だみたいな感じで、はいはい、ちょっと授業抜け出して帰ってね。やったね。ダンボール持ったままもう一回授業戻ってさ、取れたんだよみたいな。やってたけど、今とかだったらさ、いつでも買えるわけじゃん。あーっと思った時に注文して、届いててもさ、放置してさ、気が向いた時に開封するみたいな。ゲームとかもそうだね。ソフト買ったらめちゃくちゃドキドキしたし、ワクワクしたし、なんだけど、今って、なんか2、3日やって、飽きてやめちゃう。でもまた次のやつ買う。でもまた飽きてやめちゃう。ノウハウコレクターみたいな。全然消化してないじゃんみたいな。ゲームを楽しめなくなった感じがあるんだよね。仕事の方がアドレナリン出るからじゃない？ああ、そうかもね。ローンチして、バンバコバンバコね、数千万来たーみたいな感じになる、あの感触を一回味わっちゃったら、ゲームごときじゃワクワクできないのかもしれない。逆にお金を持って不幸になったなって人見たことある？男がさ、お金を持ってしまっていろんな汚い世界を知っちゃって、欲望を開花しちゃって浮気男になった、結婚生活崩壊みたいなのはまあたまに聞くかな。よく聞くね。すごい浮気男になっちゃったりとか、いるね。ね。いやいや違うよ、元々浮気男だわ。そんなキャバクラとか行くタイプじゃなかったのにキャバクラハマっちゃって、毎日キャバクラに入り浸るとかね。制約があるからこそやらなくて済んだ悪いことをできるようになっちゃうってのがあるからね。周りもそうだしね。お金があれば何でもできるとは言えないけど、できる幅がマジで死ぬほど広がるから、そのせいで闇落ちする人はいっぱいいるよね。結局上場企業の社長もそうだし、そこそこ儲かってる中小企業の社長もどんだけ成人君子でも1、2個は絶対出てくると思う。出てくる。浮気してない経営者見たことないもん。いるよ。いやいや、いるでしょ。体感ね、経営者の離婚率って80% ぐらいだと思うんだよね。その中でも家庭崩壊してないっていう風にさらにセグメント切ると、多分100人いったら5人ぐらいしか家庭崩壊せずまともに結婚生活できてる人はいないかなと思うんだよね。子供いるから離婚してないも多いもんね。そう。いわゆる普通の家庭を築けてる人って経営者で本当見たことない。経営者同士とか結構あるかもね。要するにまともな家庭じゃない。まあ幸せ人それぞれだけど、まあ、いわゆる普通ではないよね。そういった意味ではまあお金を持って不幸になってるのかもなとか思うけどね。まともな恋愛ができなくなるというか、普通の夫婦関係を営めなくなるよね。結婚っていう制度ができた背景みたいな本を読んだことがあって、結婚って上流階級じゃなくても男女が力を合わせることによってそこそこ豊かな暮らしを手に入れれるための制度だよねみたいな。そう考えるとやっぱりお金持つと別に結婚っていらないよねっていう発想になっちゃうのかもしれないよね。実際女の人もさ、たくさん寄ってくるじゃんか、お金持ったら。男は行こうと思ったら何人でも行けるわけじゃん、生物としてはね。女性は妊娠があるけどさ、男は妊娠しないからさ、それが叶う状態なのになんで一人に絞んなきゃいけないのっていう発想になっちゃうんだろうね。でも愛は欲しいじゃん。うん、そうっていうよくわかんない結論になってしまいました。結論、愛は欲しい。はい。なんかちょっとツイッターにそうな気持ち悪いおじさんが言いそうなまとめになっちゃったけど、まあいいか。お金より愛だよ。お金より愛か。ということで、まあこんな感じですね。はい。メルマガでもね、愛についていっぱい語ってないね。語ってないね。独立とか企業とかその辺についてちゃんと真面目にメルマガではね語ってるんで。愛じゃなくて金だろうと思った方はね、ぜひ登録してみてください。はい。じゃあどうもありがとうございました。ありがとうございました。